中村恵美は日本の神奈川県厚木市出身のシンガーソングライター。身長148センチメートル。オフィスオーガスタ所属。幼少の頃より J-POP に触れる。短大生の時に女の子同士で組んだ初心者バンドでボーカル担当になる。短大卒業後、最初に目指していた保育士となるが趣味で通っていたボーカルスクールをきっかけに、 音楽の道を目指すことを決め、退職する。2007年、25歳で本名の中村恵美として、アーティスト活動を開始、ライブハウスで主に、ギターとピアノによるバラードの弾き語りをしていた。以降地元の厚木で10年近く、ネジ屋や運送会社の事務員、洋服屋の店長、空調機製造工場勤務、日産自動車のエンジン開発部のエンジニアなど、 様々な食を点々としながら活動を続ける。カフェやライブハウスで歌う中で出会ったヒップホップやジャズやレゲエ、また竹原ピストルのライブに影響を受ける。ヒップホップを初めて聞いてその歌詞の内容やよく練られた言葉遊びに衝撃を受け、人に言えなかった悩みをノートに書いてヒップホップの音に乗せるようになる。また地元厚木ではレゲエミュージシャンが多く、 ずっと一緒にやってきているギタリストとドラマーは、ジャズ界の人間だったので、それらのライブを見に行くようになった。フリースタイルのレゲエや、ヒップホップ、ジャズのその場にある音を組み合わせながら、世界を作り出していく感じこそ、ライブだと感じて、自分もそういう風にできればと思うようになり、2011年に、中村恵美として新たな音楽スタイルで活動を、始める。 2016年1月20日33歳の時に日本のオネを歌うベストでメジャーデビュー収録楽曲の山彦が全国の CS や FM、AM ラジオ52曲でパワープレイを獲得2016年の年間全国 FM、AM ラジオエアプレイチャートの方角部門で8位にランクインヒップホップに出会ってからは作詞はインを踏むことを 考えるようになり、作曲では A メロ、B メロ、サビというものを考えなくなった。作曲はギターとピアノを使って行う。以前はメロディから作ったりもしていたが、現在は基本はまず歌詞を書き上げ、それから曲全体のイメージを構築することが多い。歌詞にどんな曲調が合うのかを想像しながら、ギターのコードを三つほど適当に押さえて、それを繰り返し弾いたり、 あるいはドラムループに合わせてコードをつけたりしてメロディを乗せていく。その後にプロデューサー兼ギタリストの河村博士がアレンジする。中村恵美が高等や昔のヒップホップのドラムサンプルの音などで曲のイメージやニュアンスを伝えてくるのを聞いたり3コード程度のデモ音源を聞いてギターコードを正しいものに直したりしながら曲を完全なものにまとめる。 最終的には河村とエンジニアの金重哲也の二人が軸になって歌詞がどうやって伝わるかということをメインに考えながらなるべく音数を少なくしかし歌詞の世界を必ず浮き立たせるようにサウンド名を仕上げる元々はグレー、ミスター・チルドレン、ゴムロ・ミュージックなどの普通にみんながよく聞くような J ポップ系の音楽を聴いてカラオケで歌うような普通の人であり 当時はいかにもシンガーソングライターの女の子という感じのスタイルで人を感動させたい、メジャーに行きたいと思いながら歌詞を書いて歌っていた。しかしヒップホップやレゲエに出会い、一旦は音楽に対する夢見がちな思いがなくなった。オフィシャルサイトを参照。 2021年アルバム LP2013 年から2016年2017年から2018年2017年2018年2019年から2019年2020年2021年。ありがとうございます。